どうも、こんばんちは、キヒトです。今回はね、こちらのゲーム、不審者情報というね、フリーホラーゲームをプレイしていきたいと思います。まあ、ストーリーとしてはなんかね、不審者が目撃されてる地域で、無事に家に帰れるかみたいなことが書いてあったけど、朝が向かってから、スタート。10月14日、深夜0時38分。今日もすっかり遅くなっちゃったな。この辺りは夜になると人通りも少なくてちょっと怖いんだよな。早く家に帰ろう。あ、感度がクソ高え。OK。これで大丈夫かな。なんか、若干画面見切れてた気がする。ちょっと。ウィンドウの白い枠が見えてた気がするな。おお、暗すぎだな。走れはしないね、別に今。こっちは帰り道はないよね。あ、こっちはないか。こっちね。主人公女の子？ちょっと怖いんだよねって言ってるから女の子かな。すごいな、でも。星が綺麗だ。星が綺麗な夜ではあるんだな。しかし、街灯の明かりが。あ、スピード落とせかな。最近、変質者が、出没している。怪しい人を見かけたらすぐに警察に連絡を。え？変質者？自分でも変質者だとは言いたかった。私、昨日もここ通ってたんだよ。速度落とせか。自販機。信号がある。横断歩道。あれ？工事で通れなくなってる。こっち行くしかないね。遠回りになるけど、向こうの道路に渡らないとね、台がいるぞ。坊さん？押しボタン押してねえんじゃねえよ。なんかさ、押しボタン押さないと信号変わらないのにさ、押しボタン押さずにずっと待ってるやつたまにいるんだけどさ、なんなのってもう、坊さんだ。お主、よからぬものを纏っているようじゃな。くれぐれもお気をつけくだされ。それでは。お、坊さん急になんだよ。だったらなんか、え？急に何？だったら俺になんか、くれよ、お札とか。これを持ってなさいとか。よからぬものって？怖いね。坊さんがそう言うってことはさ、人間的な怖さじゃないの？なんでそんなクラクション鳴らしてんの？クラクションむやみに鳴らしちゃいけないからね。通学路40キロ。40キロどれだぞ、ここ。お前は何キロで走ってた？下手にクラクションしたら捕まるからな。危険な時以外はクラクション鳴らしちゃダメだぞ。何の音？どう？何やってんだ、おっさん。そんな自販機の間と、間に挟まって。落とした100円でも、え？今じゃ何？なんか小銭落とした？こっちを見てたよね。見てたけど、一体。気持ち悪いから早く帰ろう。なんだ？ものすごいスピードで帰ってったぞ。多分今。いないよな。いねえ。どうしてお前自販機の隙間に挟まってたの？ 謎なおっさんがいたんだけど。あの人は一体何をしていたんだ？怖いね。あ、チャリンコ。こんなとこにチャリンコ置いて、盗まれちゃうよ。ずっと車の音してんだよな。なんか。
電話だ。電話ボックスで誰か電話してる。今時公衆電話で。あ、レイコさんだ。知り合い？今日も残業だったのかな。怖いから一緒に帰ってもらおう。レイコさーん。あ？え、レイコさん、どうしたんだろう。後ろを見て驚いてたみたいだけど。レイコさん？どう？なんだおっさん、いつの間に。電話使うなら使えよ。このおっさん見て驚いた。さっきのおじさんだ。あ、挟まってたおじさん？こいつが不審者なんじゃないの？なんでずっとつけ回してくるの？意味わからないね。レイコさん？もういや、早く家に帰りたい。何の音？なんか、あ、クラクション鳴らしちゃった車だよね。何やってんの？車には誰も乗っていないみたい。え？誰も乗っていない？なんでこんなとこに放置してんの？車。このエンジンかけっぱで。1234だって。ナンバー。あの車の持ち主何してんの？この辺別に何もないよね。何もないはずなのに。エンジンかけっぱでどっか行く？浜北。バス停だね。あれ？鍵？何か落ちてる。レイコさんちの鍵だ。さっき当ててたから落っことしちゃったのかも。家は確か対向車線に渡ってまっすぐ積んだとこにあったよね。レイコさんの家の鍵を拾った。レイコさん？家の鍵を落としてるじゃん。後ろ気になるんだよ。レイコさんち行くしかないんじゃない？しボタン。レイコさんに鍵を届けなきゃ。うん。信号守ってて偉いね、主人公ね。夜でもね。危ねえ、お前。いるんだよ、こういうやつ。俺も夜車で仕事帰りとかで走ったりするけどね。ガチで信号無視多い。参るよな、あれな。特に歩行者とかチャリンコなんてね、マジで信号守んないからな。赤信号とかどこどこ渡ってくるからね。取り締まってほしいよな。はい、エイコさん、どうしたの？気絶した。え、レイコさん？死んでいる。気を失っているようだ。レイコさん、そんな、気を失うようなことあったの？見つけた。逃げなきゃ。アパートまで走る。このおじさん何なの？なんかさ、ラブラブスクールデイズだっけ？あん時に出てきたおさんに似てるんだけど。スタミナが。おい、スタミナが切れたよ、お前。アパートどこよ、ここ？アパートの鍵がない。逃げてる時に落としちゃったんだ。めちゃくちゃ強かった親父に似てない？なんだ？タックルされたんだけど。こらーって言われた？目が覚めると私は病院のベッドの上にいた。看護師さんの話によると、町内会の方が見回り中に私を見つけ助けてくれたそうだ。私をつけ回ってした、あの男も取り押さえられ、警察に引き渡されたとのこと。ほっと胸をなで下ろした。あの時、もし周りに誰もいなかったら。そんな考えが心をかすめた。しかし、今安心して日常を取り戻せそうだ。不審者情報の看板もおそらくすぐに取り外されることになるだろう。
エンディング A、犯人逮捕。エンディング A。おお。複数エンディングがあるってことだ。捕まるエンディングもあるってこと？あそこで。捕まったらゲームオーバーじゃないのかな？わかんないけど。A ってことは他にもありそうだね。もう一周してみるか、じゃあ。あ、無限ダッシュ有効にしますかと。クリア特典、周回用だな、これ。おー、いいね、無限ダッシュ。ダッシュできるの超ありがたいね。何もいないよ、レイコさん。見て、ほら。何にそんなに驚いてたの、レイコさん。気を失ってるよ。見つけた。鍵を。どこで落と、どこかでマジで落としてんのかな。ここで落としてんだ。そういうことね。俺は気づかねえわ。こっちかやった。はあはあ。一体何だったの？思い出した。あの人、町内会の会長さんだ。会長さんが不審者だったなんて。とりあえず部屋で一旦落ち着こう。会長、町内会長、てかお前部屋汚すぎるだろ。なんだこの部屋。女の一人暮らしこんなもん、ついに待ち望んで日がやってきた。憧れのスクール水着の巨匠が手掛けた一品をついに手に入れることができた。その美しさはまるでフランス映画のワンシーンのようだった。丁寧に詰まったそのパッケージを開けた瞬間、私の心臓が激しく鼓動してるのを感じた。出てってくれてるようだ。スクール水着？心を奪われている。私だけの特権ではないはずだ。私以外にもの人にもこの素晴らしい質感を体験してもらいたい。でもどうしたら他の人にもこの素晴らしさを一つに伝えられるだろうか。SNS を利用して写真やレビューを共有することはできるが、それだけでは伝わらない気がする。水着の持つ独特な魅力を伝える方法はないだろうか。これ俺が書いてんのこれ。日記。俺の日記これ。ついに私がこのスクール水着を着用して街をカッポすることが多くの人がその素晴らしさに気づいているはずだ。この特別な体験を共有するために積極的な行動を起こすことが必要だと確信した。人々が私の着用するこの水着を見て、その美しさと質感に歓喜することは間違いないだろう。この思いはとも止められない。今日は忘れられない日となった。このスクール水着を人々に披露できたからだ。仕事が終わってからのシーンに私は街を歩き回った。これ、俺が不審者なんじゃないのこれ。これ俺さ、スクール水着着てるんじゃないの今。深夜ではあったが、出会った人々はみんな、驚きと称賛の眼差しで私を見てくれた。街灯のもと、私の身にまとった水着はまるで月の雫のように輝いていた。その輝きは周囲の人々の声を捉え、私の姿が通りを埋め尽くしたように感じる。人々の喜びを満ちた表情を見て、私も心が満たされた。明日もこの活動を続けよう。この行動が全ての人々の希望の灯火になると、感じている。灯火ねえわな。いや、これさ、主人公が女性だったらまださ、うーってなるけどさ。これ男だったらさ、そりゃあ、何やってんだってやめてなるだろう。やっぱり、いつ見ても素敵。この美しさをみんなにも知ってもらわなきゃ。明日からも、休暇ストを頑張るぞい。やばすぎる。エンディング B、不審者目撃情報を多発。町内会長は俺をね、捕まえだってことなんだね。で、警察に引き渡されたのは俺だったってことなんだ。あの時ね。なるほどね。面白い感じでしたね。はい。というわけでね、不審者情報。多分エンディングで全部かな。はい。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。まさか不審者が自分だったとはね。はい。というわけでね、次回もね、
また別のゲームやっていきたいと思いますので、次回もよかったらね、また見に行ってくれると嬉しいです。ぜひともね、チャンネル登録、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。